はい、皆さんどうもこんにちは、まるです。ということで今回なんですけども、今回はね、多分タイトルと多分サムネイルを多分見てもらったら分かると思うんですけども、今回はパーン始めたやばい。なんかね、カメラ回るとなんかね、忘れちゃうんだよね、本当に。カメラ回ると忘れちゃう癖があって、マジで髪の毛伸びたしさ、いや、自粛してるからさ、髪の毛の色落ちるわ、髪の毛伸びるわ、つってさ、切りたいんだけどね。でも今日はこういう話じゃなくて、今日はね、ユニーなんですけども、本当にね、前回ね、そのユニー第1弾出させてもらったんですよ。期間限定でそちらの方で出させてもらったんですけど、それがね、俺が思ってた以上に、5、6倍、いや、どんくらいって言ったっけな、割とマジで見積もり的に、なんかこれぐらいなんか受けたらいいんかなと思ってたやつが結構なんか5、6倍ぐらいね、予想よりもからバーン言ってくれて、なんか本当皆さんありがとうございます。ってことでね、そのおかげもあって、今回第2弾ということで、今回は夏物シリーズですね。夏系のやつを、ちょっといろいろ紹介していきたいんですけど、マジで可愛い。この前もさ、一回さ、俺動画で紹介したと思うんだけど、こっちに今帽子あるんだけどね。これが俺が、まあ今回ね、三つ帽子が出てるんですよ。まあ被る前にちょっとまず見せるんだけど、これがまず、ね、帽子です。はい。まあね、今回こんな可愛いね、そのゲームを、そのゲームと猫を掛け合わせた、そのなんかロゴというか、新しい感じで書いてもらったんで、マジで可愛い、これ普通に。ちょっと触ってるところは違いですよ。このボタンとかなんで、まあね、こんな感じで新しい感じになってるんで、なんか、まあ、このね、帽子とかも多分、こうやって俺がしゃがめば多分これで見えるかな、これって大丈夫かな、わかんないけど。俺結構好きなんよね。キャップの帽子とか結構普通に帽子かぶるのが好きで、今回帽子を用意、ちょっとこれ映ってるかな。俺ごめんね、コンタクトしてないと、本当に俺、視力が今いくつぐらいだったっけな。俺多分コンタクト入れるときに5と4.5入れてるからだいぶ悪いんよ、普通に。だからちょっとね、見えなくてね、ちょっとこうやって画面近づいちゃうけど申し訳ないです。キモいとか言わんといてな。俺見せるだけだからな。うん。心もとないで、違うやつはね、これ黒バージョン、そして、最後はまあオーソドックスな白バージョンもあるんで、まあ何でもいいんじゃないかなっていう感じですね。で、あとは今回ね、 T シャツがね、一応これの白バージョンも一応あります。これね、見せたいな。これちょっとさ、自撮りするか、どんな感じかっていうのをちょっと自撮りするか。これあ、こういう感じ。俺の身長がちょっと分かりやすい。違うな、カメラがちょっと、ごめんなさい、ちょっとカメラがね、ちょっと難しいんですよ、俺。これ自撮りがなかなか難しいな。こんな感じなんですけど、結構ね、長めっすね。僕が、今回もらったやつは、やっぱりこの、結構ね、ダボって来てもらいたいなっていう。だから、どちらかというと、その、女の子とか、男の子もそうなんだけど、男の子でも結構可愛い系の服が着たいとかね、俺結構そういう感じの人間なんで、結構可愛い系が好きなんでね、この結構ダボってしてるんですけど、マジでいいっす、これ。ね、彼氏さんがいる彼女さんとかにも、これね、ここだけの話ですよ。ここだけの話。これ聞いてほしいんですけど、ね、今自粛期間中で、まあ、家にいるからちょっと今は厳しいかもしれないけど、夏休みってなったらみんなどこ行きますか？そうです。家の中でゲームするでしょ、みんな。荒野行動とかね、みんなが好きだとゲームすると思うんすよ。で、するってなった時に、じゃあ彼氏、彼女はどこでゲームするか、家じゃないですか。マイホームじゃないですか。で、ステイホームなんで、そこに関してはね。ってなった時に、女の子が、じゃあ部屋着って言って、このね、可愛らしいね、これもそうだけど、この長いね、T シャツで、これちょっとね、長いんすよ、これちょっとね。で、これショーパン履いてたりしたら、これちょっと隠れるんよ、これ。うまくギリギリと。一コロやから。一コロよ、マジで。なんで、まあ、そういう感じにもおすすめだし、まあ、普通に可愛いんでね、まあ、ぜひとも来てほしいかなっていう。まあ、一応ちょっと他のやつもちょっと紹介します。ちょっと待ってください。今回たくさんありすぎて、ちょっと俺これ全部ちょっと待って、こう着替えます、これ。はい、着替えました。これが、ユニーの白かな？こんな感じ。ちょっとこれも長いかな。今回、俺のところに着てるのが、まあ、サイズなんですけど、今回 L と L、XL かな。X って言ったら、もうどんな人が着るんやってなる。ごめんなさい。で、デフォがこんな感じですね。これはユニーの、あれです。なんて言うんだ？一番その前もトレーナーとかであったんですけど、これの白黒もあります。いや、すごい着やすいっす。薄いんで、今からでも余裕で着れる、普通に。で、サイズなんですけども、今回は X と XL かな。を、2個一応選べるようになってるんで、まあ多分、まあちょっと、まあ大きめの方でも、でも俺は基本的に多分 L でいいんじゃないかなって思うんだけど、まあそこはちょっとね、選んでもらえたらいいかなと思います。あとこれの黒バージョンがあるのと、あとはちょっと違うバージョン来ますね、ちょっと。あとこれ、わかるかな？これ。俺結構このポケット系も好きなんだけど、
この普通の T シャツにここポケットあって、でここにあの肉球のこのマークが入ってるっていう、かわいい、マジでかわいい。で本当にね、今回ね、その帽子とかともなんかすごい多分組み合わせやすいから、多分普通に全然これでユニっていう感じで、あとね靴よね、靴とかも、あ、今回でもねあるんすよ。そうなんですよ。じゃああと何が足りないかって言ったら、外に出るとき、皆さん自宅でね、じゃあ例えばね、靴下とか多分履かない人も中にいるじゃないですか、靴下履いてるとかね、でなった時に外出るとき、わざわざ靴履くのってめんどくないですか。はい、みんなね、コンビニとか、じゃあ身近な近くのところへ行くってなった時に、じゃあわざわざ靴を履きますかって言ったら、多分みんな履きたくないと思うよ。で、基本的に何を履いてるかって言ったら、多分クロックスとかね、サンダル系とか、多分そういう簡単なやつがあればいいなーって思ってる人が多分たくさんいると思うんですけど、あるんですよ、これがあるんですよ。はい。で、これ、ここ、紹介させていただきます。そして今回の商品はこちら、これもう一回ね、外出てね、俺が普通に使っちゃってるから、あんまりちょっと裏はあれなんだけど、まあこれビーチサンダル。結構ね、横が厚いっすね、横が。で、ユニーはこういう感じっすね。こういう感じのロゴでユニーってこういう感じついてて、で、あとビーチサンダルってよりかちょっと結構厚めな、なんか着物とかになんか着れるんかな、一瞬。と、あとはこちらも、この猫ちゃんバージョンがあります。こんな感じです。マジで可愛いです。これちなみに愛用してますもん、これ近くのね、コンビニとか行くときとかね、基本的にこれ使ったりしてますね。で、最後にちょっとね、一つだけね、結構変わったやつ今一着あるんですけど、これも俺めちゃくちゃ好きなんでちょっと紹介させていただきます。最後これですね。これ結構七分丈なのかな、本当はちょっとこれでかいんで、僕はなんか長袖みたいに見えちゃうんですけど、こういう感じのデザインかな。すごいね、可愛いよマジで。ここになんかプリント入ってて、で、ここの丈が、ここの色だけが違うって、腕の色だけが違うっていう。え、これもなんか自撮りでこれって、ここ分かりやすいかな。こんな感じなんだけど分かるかな、マジで。後ろのあれがいろいろ汚いか、これ。長いから、こんな感じで。はいはい、こんな感じです。はい、こういう腕もね、こういう感じで。ちょっと待って、マジ慣れてなさすぎて。はい。って感じっすね。って感じで、なんかまたね、ちょっと違うやつも入れたりをしてるんでね。もしよかったらね、買ってほしいな。俺結構こういうの好きやから、結構来たりしますね、こういうの。で、あとなんですけど、あとはガジェット系。この前は、バッテリー用意させてもらったんですけど、今回は、スマホケースをね、用意させていただきました。で、スマホケース、じゃあどんなのかっていうのをちょっと今から紹介します。今回スマホケースはね、まずこちら。これね、これすごいんですよ、これ。ここに普通に多分携帯挟むんですけど、一応ここにも鏡あるんで、なんて言うんだろうな、スマホとかでよくこうやってさ、自分のこうやって見る人たちもいるんですけど、まあ、こっちはこっちで鏡があるんで、まあ、ぜひ女の子とかね、まあ、今は男の子も多分結構なんか大事な時とか、こうやってなんか髪の毛直したりとかなんかそういうのがあると思うんで、まあ、今回ね、ちょっと鏡を入れさせてもらったというか、はい。ちょっとね、こういうのがあったらいいなっていうのが入ってる、まあ、ちょっとなんか使いやすそうなやつなんで、はい。ちなみに、あと、全く同じ感じのやつで、あとはこのユニバージョン。これ多分結構よくあるシリーズのやつかな、これ普通に。てな感じですね。はい。まあ、今日は、多分5月5日だと思うんですけど、5月8日だったよね。8、5月8の、9時から、一応多分概要欄の方にね、そのショップのリンクを貼っておくんで、そちらの方から、一応、5月の12日の、まあ、多分、23時59分までかな。か、9時までに、多分買わないといけないと思うんで、その期間内にね、まあ、ぜひ欲しいなと思った方は、チェックしてみてください。で、今回は完全オンラインなので、そちらの方もよろしくお願いします。それと、SNS、ユニーの公式のインスタグラムとツイッターの方ができたんで、それもね、この動画の概要欄に貼っておくんでね、もしよければ、見てもらえると、助かります。ってことでね、皆さん、またね、本当にね、ちょっと楽しみにしてくださってた方は、ぜひともね、また今回もいいのがたくさん揃ってるんでね、まあ、もしよかったらね、またそのチェックとか、ツイッターの方とかもチェックしてもらえたらね、ありがたいなと思います。ってことで皆さん、この動画良ければ、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。それでは皆さん、また、バイチャ。ニャイスのやつら。